皆さんこんにちは。今日はダイソーさんとセリアさんの購入品紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。まずはセリアさんからで、すごい欲しかったクマさんのレターセットはやっぱりなかったですね。それを買いに行ったんですけどなかったです。はい、最初にこちらです。こちらのワンプッシュ小物ケース、これ前回キキララちゃん買えてなかったので今回行ったらあったので買ってきました。かわいい、やっぱキキララちゃん。たくさん買ったけど本当に使い道に困りますよねとりあえず可愛いから買ったんですけど、はい、これはね、色は紫っぽいのかな、ピンクですかね、ラベンダー色ですかね。はい、まずはこちらと、続いてこちらです。 A9 サイズ、すごいちっちゃいやつなんですけど、レトロ給食12枚入りです。で、柄が2種類あって、私はこちらのマーガリンを買ってきました。なんかこれいろいろメモ帳とかもたくさん出ていたんですけど、今回こちらだけ買ってきました。マーガリン、ちっちゃいんですマステが1つ入るかなってぐらいですかね。このちっちゃいのが可愛いですね。はい、こちらと、続いてがシールで、こちらの2種類。これめっちゃ可愛くないですか、この女の子。まずこちらの、ジャンコードは同じです。ちょっと名前が違うんですけど、これがおさげちゃんで、こっちがおかっぱちゃんですね。こちらがおさげちゃん、でこちらがおかっぱちゃん、これかわいいですね。はい、こちらと、続いてリピ買いなんですけど、これずっと欲しくて探していたらやっと入ってました。こちらのシールシーリング、これね、ほんといいですよね。最近なんかダイソーさんでもこのシーリングやるやつが売ってるみたいなんですけど、まだちょっと見かけてはないんですけど、私もね、いつかちょっとシーリングやってみたいですね、はい、とりあえずはこちらのシールを買ってきました。でこちらの飾りなんですけど、今作ってるファイルに使いたくて、こんな感じの、ちょっとどっちの色が合うか分かんなかったので2種類買ってきました。はい、続いてこちらのレターセット、くまちゃんのは買えなかったんですけど、こんな可愛いレターセットが出てました。これうさぎちゃんと、これがくまさん、可愛くないですか。でね、白押しになっているんです、ここが。まずうさぎちゃん、これジャンコードが同じですね、うさぎちゃんもくまちゃん。まずはくまさんからで、ここがキラキラしていて、こんな感じです。封筒がちょっと長細い感じですね。で、こちらと、それでうさぎちゃんがこんな感じです。私すごい好きな感じの絵です。
クマさんのも欲しかったけど、クマさんのあの今人気のレタセ、いやこれが買えたからちょっと満足です。はい、そして封筒がこちらです。なんだろう、手書き風なのが可愛いんですかね。可愛い。こちらの2種類になります。これがすごい可愛かったのでもう一つずつ買ってきました。ちょっとストック用に。はい、最後にこちらのクラフト紙になります。これは大きいサイズですね。 A3 ぐらいあるやつですかね。ヘアファイルにすごく使うのでこれをいつもリピ買いしてます。はい、セリアさんの購入品は以上になります。で続いてダイソーさんで、ダイソーさんではちょっとサンリオのねいろいろ出ていたのでそちらをメインに買ってきました。まずはこちらの、なんだろう、こちらの袋ですね。キキララちゃんとシナモロール、シナモロールくん、くんでいいんですよね。こちらにまず2種類とクジャンコードは同じです。スメルシールがこういう感じのクラフトになっていて可愛いですね。でこちらやちゃんでシナモロールくんがこちらです。まずはこちらと、こちらのちょっと大きいサイズですね。さっきより2回りぐらい大きいんですかね。これは5枚入りです。これはマイメロディちゃんとキティちゃんを買ってきました。キャンコードは同じです。これも留めるシールがこんな感じのクラフトですね。まずはマイメロディちゃんです。さっきのちっちゃいのもそうなんですけど、こちらの横のが可愛いですね。でこちらとキティちゃん、キティちゃんも可愛い。これここはストライプです。はい、こちらになります。はい、続いても袋なんですけど、こちらの底待ちクリアジップハンドルバッグ、こんな感じの。これはね、いろいろみんなメンバーがいます。これジャンコード同じです。こちらです。硬い、しっかりしてます。で底待ちがついてる。底待ちはないんですね。底待ち、ん、底待ちクリアです。で底待ちあるはずですね。あ、ありました。ちょっとくっついてたんですけど、こんな感じで、うん、これすごく可愛いですね。今手元にあるのがちょっとハンドクリームと、このクリーム、こんな感じで、うん、クリアになっていて可愛いです。
でこちらがピンクになります。最近100均でサンリオのいろいろ買えるの嬉しいですね。しかも可愛いです。はい、こちらになります。最後にマステを1種類買ってきたのでそちら紹介します。1種類じゃなかったですね。まずこちらのこれ2つ入りなんですけど、これ前にもあったのかな、ちょっとわからないんですけど、こんな飾りに使えるような、ボタンコードは同じです。こんな感じです。これね、多分後ろを剥がすのが大変なやつです。このままテープだと思ったんですけど違いましたね。これ後ろを剥がして使うタイプです。あ、結構意外とすんなり剥がれますね。続いてがこちらのマスキングテープになります。これも2種類出ていたので2つとも買ってきました。ちょっとジャンコードが違うのでこちらです。ちょっとね、最近ピントが合いづらくてごめんなさい、見づらいんですけど、これね3種類出ていたんですけど多分2種類しか買ってないですね。まずはこちらです。今のがこの真ん中のやつでした。こちらとこれがこちらのジャンコードです。ごめんなさい、これ3種類じゃなくて全部伸ばすとこれいろいろ入ってるみたいです。だから一つのマスキングテープにこの柄が全部あるよってことみたいです。こちらとで続いてのがこちらです。ちょっと今手で持つとピントが合ったみたいなのでちょっとこちらで、まず上のが最初の2個入りのやつですね。こちらの白とピンクになります。そしてここのこのアニマルちゃん、これ3つが1つのマステになります。長かったです。で続いてこちらの3つがこちらも1つのマステになります。ゆるい感じのマステで可愛いですね。はい、こちらになります。はい、今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。